様の罪は市の罪。ついに来たか、アニシャ。イチ、貴様逃げろ。嫌です。イチ、長政様と一緒に行く。勝手にしろ。怪我をしても知らんぞ。なぜこんなことに。兄様、突如として朝倉氏のもとに攻め入った織田信長、その双方に親交深い浅井長政は苦渋の末に朝倉との義を守り、信長に対し同盟破棄を申し入れた。こうした長政の行動を制裁すべく出兵した織田軍を前に、浅井軍は壊滅間際へと追い込まれた。この危機に尾市はただ無力であった。兄様がやってくる。和の軍勢が羽川を埋め尽くす。震え我が瀬名。虚説あるべし、長政。世に背を向けぬか。私と朝倉を抱き取るは、アニシャさ。絶望的だった。橋を上げろ。足を上げなさい。侵入を許してはなりません。イチ、貴様逃げろ。いくらあるじゃとて妹は殺すまい。少しから役目させもなかった機嫌うるわしゅ。光秀めやりよるわ。このうつけるわ。やむをならず、お返ししましょう。ここ姉川は、二つの間が振られた。兄様に謝ろう。謝って許してもらおう。何を言うか。
義に背いた者に許しを乞うとは何事だ。ありがとう。ここからあなたの苦しい姿を眺めてくる。ありがとう。余計なことをするな、イチ。怒らないで、イチ。おとなしくしてるから。はい。お二方、姉川の流れに死に染まる。ありがとう。13の数にて貴様の首を締めてくれよ。出ませい、我が十三代よ。我ら信長様の命により試練の数にて貴殿を滅する。いざ覚悟。一人我が十三の構えを崩す者などなし。お願いを忘れよう。あずきの空の野郎と裏切ったのは貴様ぞ。あなたなら一応あいつ連れてこいつは負けだ。ありがとう。ありがとう。兄様と話をしなくちゃ。ありがとう。私にも残しといてください。ありがとう。ありがとう。そこに死神がおいでです。少子この式にあらず。皆の者出会い、守りを固めろ。ありがとう。おお、やられてしまいました。ありがとう。最後の一兵になろうとも、ヒー様のお守りを。遺言は済ませる。ありがとう。もういい、十分だ。シェイ、イシ。でも兄様と話を。いいか、逃げろ。私を怒らせた。ありがとう。皆さん、もっと頑張って殺してください。ありがとう。戻れるんじゃねえ。お分かりですか、この予感。かつてない戦いができそうですよ。私、明智光秀、信長公の御為。
なたは位置を落としまえるくらいに。ようこそ。まずは私が一差し舞いましょう。順番に終わりに。位置たちを放っておいて。信長公にもそうさえずるおつもりと。愛の可愛さ、美しいばかりのお人形だ。いつもあんなに優しいのに、あれも嘘だったの。人はみんな他人に言える本質を見なさい。ありがとう。よく買いにて、こうお待ちしましょう。兄様、お願いがあって。余は寛大ぞ。だが二度目はない。選べ、余に示してみよう。貴様が選ぶは、鹿は聖か。どうした、一選んでみよう。違うな、兄様。やはり、いつの話を聞いて。お願い、ナガマサ様を許してあげて。世に弓引いたものを許して何を得るか。私が何でもするから。やめろ、アルジャ。秘伝の相手はこの私だ。甘いよ、ナガマサ。その名前を呼ぶのに。そうだった。兄様は一の言うことなんか聞いてもくれない。ありがとう。震えるほど恐ろしい一の言う様。いつかきっと地獄に落ちるわ。心地よい感触を。虚無の体で許せよ。たわむれは終わりぞ。時間切れよ。を殺したのは貴様ぞ。長政様！長政を失い、織田家に連れ戻されたお市は、失意を癒す暇間さえも与えられず、ただ人形のように信長に従う日々を送っていた。そして舞台は長篠。織田軍と武田軍との決戦の場に、儚きお市の姿があった。長政様が死んでしまったのは、市のせい。この罪の重さに、息ができない。
むせべ我が玉。行くぞ。行け。獣の波を召してみよう。できません。一にこの波は渡れない。ならば溺れぬよう。あがけ。戦国最強の武田騎馬隊とは我らのことよ。いざ参ろう。血を分けた妹をも戦に出そうか。ありがとう。終わりな。そなたのやることわからぬ。はっ、あれは世の思うがね。言葉を知らぬ無邪気な赤うの。皆の者、銃撃開始だ。撃ち撃て。サスケ、あの念は何だ。魔王の妹、まさか織田に戻ってきたとはね。ありがとう。接近を許すな。騎馬隊を仕留めろ。ありがとう。イッチ、こんなところで何をしているんだろう。ありがと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 う。イチのせいで長政様は死んでしまった。いでよサスケ。この状況にラッシュを開ける。任せな大将。いざ霧隠れの術。はあ、サスケめ、銃を出した。霧のため銃撃不可能。申し訳ございません。私は虫でもない。手加減はしてやれないぜ。そんなのいらない。ありがとう。すぐにすれば。ありがとう。怒っているわ。イチが頑張らなかったから、イチごくでイチを恨んでいる。やりよる。武田騎馬隊、銃を撃つ。旦那、すまん。おう、霧が晴れたぞ。銃撃開始だ。撃て。撃ち尽くせ。おう、キル。サスケは失敗したか。二大王国の寺は消え去るよ。
りましょうぞ、親方様。おう、いかいでか。おう、親方様と雪村殿ご出陣。我ら武田軍、総力を挙げて戦うのに。はい、そのみんなを侮るのは、世の内を侮るにも同じ。それはおじさまを食って死んだらしいぜ。戦の者たち、いっそ一生を乗り越えて。だがこれも戦騎馬隊、そう失い戦に身をやつそう。月に以外は勝手に終わらんでも貴様に足りぬのは勝負の勇気よ。何を惑うか、もう一度は強くなっている。何を惑うか、死した長政の影に怯え、逆らうことのできない信長の命を受け、おいちは心をすり減らして戦い続けた。そんなおいちを顧みることもなく、織田軍の侵攻は続き、上杉謙信が陣を張る手取川へと魔王の手が伸ばされたのであった。兄様、おいちを好きに使えばいいわ。おいちはもうどうでもいいの。くらえ、かの原。
鳴かぬ鳥は殺すまで。軍神に挑むか世に斬られるか選べ。行きますか。何しかないから。うつつを行く迷いで、この晴れの舞台に一体何用ですか。全軍出撃、速やかに敵勢力を殲滅しなさい。いざ遂行。嘆きの君立が私に挑むと。来なさい、手加減はいたしません。3、4、8番隊は先行せよ。5、6番隊は応戦に当たる。迷わん、あらかしこ。我が忠節、今こそ見せるのに。許して、みんな死んでいく。これも一致。ありがとう。是非もなし。ありがとう。許して。剣心様に挑むと。それを知らんな。許して、ありがとう。逃げられない。どこまで行っても、我が軍の働き、やったとは思わない。押されている。ああ、毘沙門天よ、ありがとう。ごめんなさい、許して。遊撃部隊雪組、そなたたちの出番です。見事演じてご覧なさい。あれは軍神の誇る精鋭部隊、雪のごとく目元涼しき者たちのようだ。ありがとう。進め、長政と同じ場所に軍神を送れ。そんなふうに言わないで。ありがとう。許して。許して。ありがとう。それもまた愛しい。ありがとう。許して。その活躍、空を渡り届きましたよ。旦那と死に別れたんだろう。きついよな。お気をあげよ。情けは無用ぞ。見事、星が瞬く間の出来事でしたよ。軍神ごときが何様のつもりよ。
まさか私が敗れる。こらえよ、必ずや守られると。百花繚乱あなかしこ。俺は無敵だ。貴様なんぞに負けるわけがない。俺は無敵の一番隊。一番隊は負けさましたよ。一番隊は俺一人。無敵なのにやられた。ボンゲが。敵前衛踊り出ました。全軍転進。突出した敵勢力を殲滅しなさい。いざ遂行。海山倒壊、一丸となれ。上杉全軍転進。ありがとう。これなす。言われるまま罪なき者を手にかける。良いでしょう。そなたに救いは必要なし。止まるな。軍神を平らげよう。軍神。ありがとう。そなたと相まみえるも因果のうちにあれば。よろしい、軍神の力。その身に刻むがいい。虎を打ち合う。ありがとう。覚悟はないですね。ダメ、エイ、一応きっと勝てない。さあ、命令といきなさい。そなたと交わす言葉など何もありません。兄様助けて。道には無理です。たわけが。貴様の腹に眠る獣を暴き出せ。そなたの心の奥に潜むもの、それがはっきりと見えます。カラササラが手を伸ばしている。貴様に笑えないの。ありがとう。美少年てよ、我に慈悲。食らったか。ごめんなさい。
己の心の中に生きる長政を信じ、Oichiは過酷な戦を懸命に生き延びようとしていた。一方、織田軍の支配が各地へ及ぶにつれ、一揆などの抵抗活動もまた激化していった。それらの動きに対してOichiは何を思ったか、濃姫森蘭丸と共に一揆鎮圧に向かうことを申し出たのであった。Oichi様、一緒に頑張りましょう。でも無理はダメよ。一、頑張るから。長政様が許してくれたもの。開け、根の国。負けねえ。魔王の手先なんかに。かわいそう。あなたたち死ぬわ。だって中村さんが見てるんだ。おいち様、最近様子が変だよな。何よりだわ。いつきちゃん、早く逃げるだー。
いつ来た。そう、じゃあ帰りましょう。ありがとう。これで許して。悲しみは忘れなさい。あなたは生きるの。はい。Thank you.
僧様、どこ？返事して。今濃姫と蘭丸を手にかけたお市は、その足で兄に会うため本能寺へと向かっていた。長政のためか、兄のためか、それとも自分自身のためか。
何一つわからぬまま、おいちはひたすら歩き続けた。その姿にかつての面影はなかった。長政様、兄様が待ってるよ。イチと一緒に会いに行こうね。タケヨ、魔の芋。
ゆる、ありがとう。大丈夫、痛くない。ほら、やる、ほら、これはゆるだ。ありがとう、ゆる、ありがとう。死してなおも滅せよ。Oh!
太郎よ、消えゆく者よ。貴様の全てを水平に返してくれ。それが貴様の欲するものか。この世に安息の地などもなし。ならば貴様が望む地を築き、その天を制するがよい。くっ、第五天魔王。知っていたけど、あの人。